はい、こんにちは。相対性理論の授業を始めたいと思います。今日は相対性理論でエネルギーや運動量がどのように記述されるかということについて勉強していきましょう。光の速さが誰から見ても同じであるっていう実験事実から、ローレンツ変換で、僕たちはガリレイ変換ではなくて本当はローレンツ変換で座標の違い、動いている系と止まっている人たちを、変換する座標変換というのはローレンツ変換で記述されるべきだということを勉強してきましたね。それはこのようなものでした。これを見ると、時空が混じり合うわけですね。時間と空間が混じり合うわけです。こう動く座標、動いていると時間と空間が混じってくると。そうじゃないと、誰から見ても光の速さが同じになるっていうことが導けなかったですね。だから時間、まず実験ありきです。実験で、光の速さが誰から見ても同じであるっていうことを、ことから、このような変換に従うということ。はい、こんにちは。相対性理論の授業を始めたいと思います。今日は相対性理論でエネルギーや運動量がどのように記述されるかということについて勉強していきましょう。さて、誰から見ても光の速さは同じ。止まっている人から見ても、同じ。止まっている人から見ても、動いている人から見ても同じ速さであるという実験事実から、僕たちはガリレイ変換、止まっている人と動いている人の座標変換っていうのはガリレイ変換ではなくて、正確にはローレンツ変換で変換を行わなくてはいけないということを学びました。で、これを見ると、止まっている人にとってと動いている人にとって、止まっている人はダッシュなし、動いている人はダッシュで書いていましたが、動いている人にとると止まっている人の時間と空間がこのように混じってくるわけですね。そういうことが分かりました。そう知っとかないと誰から見ても光の速さが一定にならなかったわけですね。まず実験ありきですよ。実験のその事実を理論に反映させなくてはいけない。そうするとなんと時間が人によって違うんだっていうことが出てくるわけですね。結論が出てくるわけです。さて、そうすると混じり合ってしまうので、もはや3次元空間と1次元の時間っていうふうに思わずに混じってくるわけですから、僕たちは4次元時空に住んでいるんだっていうふうに思った方がいいわけです。で、普通3次元ベクトル、こう1ベクトルは3次元ベクトルで書くわけですけれども、むしろですね、この3次元のベクトル、1ベクトルと時間を合わせた4次元ベクトル、予言ベクトルと言いますが、4次元時空の予言ベクトルで時間と空間を書くべきだということが分かってきます。その方が自然ですよね。なので、この CTXYZ というものを予言ベクトルと書きます。で、このままだと、もうちょっとなんか簡単に書きたいので、このように X0、X1、X2、X3 と書いておきます。X0 は CT のことです。X1 は X のこと。Y は X2。Z が X3。で、これいちいちこうやって書くのもめんどくさいので、Xμ と書いてしまって、μ の足が0から3まで走ると。で、これをもって予言ベクトル。予言ベクトルと名付けます。さて、これを使うとですよ、このローレンツ変換っていうのはかなり簡単に書けることがわかりますね。で、この、ベータっていうのは C 分の V、それからガンマっていうのはこういうパラメータでした。で、それをさらに使ってやると、まあ、かなりきれいに書けますよね。で、ここまで書けるので、これはまた行列で書きたくなりますよね。どうでしょう？書きたくなりませんか？僕はなります。行列で書くとすると、このように書けます。どうでしょう。まあ、かなりすんなりしますよね。でもこれいちいち書くの大変ですよね。まあ、めんどくさいですよね。めんどくさいことやりたくないですよね。なので、この行列を、
ラムダと書いてある。そうすると、このように書けますよね。いいですかね。これ行列の、まあ、ここ例えばミュー、ここが1だったとすると、ミューが、あ、まあ、0にしましょうか。ミュー0にすると、こっちもミュー0です。で、この、ニューが0から3まで走ると。まあ、ここの、これかけるこれ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 をやったというのがこれですよね。ミュー0。だから行列のこう掛け算をやっているっていうのがこの式です。ちょっとわかりにくかったら、これをばらして書きましょう。もう、なんだろうな。はじめのうちは、とにかく、よくわかんなかったら、ばらしましょう。これはどういう意味かなって考える。で、ミューが0の時は、まあ、ミューをもうここ0を入れちゃうわけですね。で、ニューが0から3までこう足し算でかけると。まあ、この、シグマってはこういう記号でしょ？サメーションですもんね。こういう意味ですよね。で、X1 ダッシュっていうのは同じように、ここ、ミューを1にしておいて、で、ニューを0から3まで足しなさいってことですよね。同じように2もそう、2の素位置、XNew、New ダッシュもそうだし、X2 ダッシュ、X3 ダッシュもそうですよね。はい。で、ここ入れてやるわけです、ここ。これの、こいつを、こうですよね。で、具体的にこの計算になってますよね。他も同じ。こうやってやってやれば、まあ、この計算をした。この行列計算をしたっていうのを、まあ、成分で書いてるわけですね。ここが1、2、3、0、1、2、3です。で、このですね、ここ同じ数が出てきました。同じ記号が出てきました。数じゃないや。同じこうギリシャ文字が出てきた。っていうのは、同じギリシャ文字が出てきたら、もう必ずこのサメーションをすると、足し算をすると。0から3まで足し算をする。まあ、このシグマって書くのめんどくさいじゃないですか。シグマ0から3まで。めんどくさいので、これをもうはしょっちゃって、同じこのミューミューっていうのが出てきたら、上と下で。そしたら、もう、それは必ず足し算をするんだよっていうルールをすると。0から3まで足し算するんだぞというルールを作ってしまいます。これが縮約のルールというわけです。なので、そうすると、まあ、これ、はじめ、こんなん書かなかったですよね。で、それをまあ、こう書くと、まあ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 、これでも結構しんどいですよね。で、まあ、こう書くと、まあ、こっからこう、かえってしんどいかもしれないけど、こう書いたと。それから、こう書くと、まあ、かなり楽になったけど、もう、こう書いたら、もうめちゃめちゃ楽ですよね。これ書くのに、どうですか？ 1 分くらいかかりますよね。で、これなんか書くのも10秒くらいじゃないですか。10秒もかかんないかもしれない。で、なるべく簡単にやっていきたいですよね。こう書いてる間になんかアイデア忘れちゃったりするかもしれないから、まあこう書きましょう。でもこう書いた時には、これをやってるんだっていうこと。これをもうそもそもはやってるんだっていうことを頭の中で思い出しながらやっていきます。はい。で、ローレンツ変換で、右辺量っていうのはどういう量だったかっていうと、こういう量でしたよね。こう、ここだけだったら長さです。でも時間が入ってきて、ただしそこだけ符号が変わってきたと。この時間のところも同じ符号だったとすると、時間も同じように空間と、なものなので、行ったり来たりできるはずですよね。でも僕たち時間行ったり来たりできないですよね。まあ、ドラえもんはよくやってますけど、まあできないですよね。できたらいいですよね。なんかこう、宝くじとか分かって買いに行っちゃうなんてことできるわけですけども、まあできないですよね。だから僕たちはこの、ここ。この時間のとこだけ符号が違う世界に住んでるわけです。さて、余弦ベクトルのというのはこういうもんでしたよね。x μ と書きました。それで書き直してやると、まあこんな感じです。つまり、CT とか XYZ を使わずに、この余弦ベクトル、X0、X1、X2、X3 を用いて書くと、このように書きますね。で、ここでですね、この GμNew というなんかこう、こういうものを、こういう行列を用意してやります。そうすると、これっていうのは、このように書けること、わかりますかね。
μ μ で、μ と μ を、まあ、こっち側からとこっち側からかけた行列でかけても、かけたのを、イメージしてもらってもいいんですけれども、ここだけプラスで、あとはマイナス、マイナス、マイナスで足し算していきなさい、ということです。先ほどの縮約のルールで、この同じ記号が出てきたら、そこは必ずサムしている。和をとって、サメーションをとっているということをルールを使ってやると、まあ、このシグマ2回書くのめんどくさいので、まあ、こういうふうに書けますよね。で、これ同じインデックス、同じ足が、同じ記号が2つ出てきたっていうことは、もうここから時空のこのインデックス、時空のミューっていう足は、ミューとかニューっていう足は、インデックスは消えちゃってますよね。これ全部サメーション取っちゃってるので、実質ここは何にもないわけです。いいですかね。だから、これはスカラーです。これベクトルですよ。μっていう足が1個残ってるから、4次元軸のベクトルです。なんでかって言ったら、これ0、1、2、3っていうなんかこう、成分があるもの。しかし、ここの段階でサメーションを取っちゃってるので、だからここは、軸の足はもはやないわけです。軸の足がないものは温度とか、そういうもの、数ですよね。スカラーです。これは、ローレンツ変換で不変なスカラーになっています。ということがすぐ分かるわけですね。これ、ベクトルだったらさっきやったみたいに、このローレンツ変換で、こう、こんな風になったわけですよね。で、これはテンソルですね。2個の足があるわけです。で、Gμ で植え付きだった、植え付きに書いていったのを、これ、反片ベクトルと呼んでいますが、それに対して下付きの μ、xμ っていうのは、共変ベクトルというふうに名前をつけます。で、こう、違いは、反片ベクトルだったらこのようになっていて、共変ベクトルだったら Gμ でをかけたので、空間のところがマイナスがかかっているわけですね。だから、ここだけちょっと違う。空間がマイナスになっている。なので、まあ、これと、これをかけてやると、ちょうど、こういう量になっている。空間のところがマイナスの事情で足されていて、時間のところはプラスで足されているってことが分かりますよね。だからちゃんとこのローレンツ不変量になっているってことも分かるわけです。それから Gμ の植え付き、Gμ の下付きっていうのをかけてやると、Gμ の植え付きも同じです、これ。1、マイナス1、マイナス1、マイナス1。で、かけてやると、これデルタ関数になりますね。1、1、1、1みたいな感じになります。さて、余弦ベクトルの掛け算。これ、A μ、A、B μ とかけましょう。これ、下付き、上付き。上付き、下付き。ってことは、上から下に行くときに必ず、マイナス、空間のところはマイナスがかかってくるので、先ほどのルールで。でこうですよね。そうすると、A0、B0 引く、この3次元ベクトルの部分の掛け算になると。で、これをもう A.B というふうに掛けてしまいます。書いてしまいます。これ余弦ベクトルの、内積みたいなものですね。で、ちょっとたまに不安になるときは、μ、ν みたいなこうギリシャ文字で書いたときは余弦ベクトル。0から3まで走ると。で、一方、この k とか i とか、まあ、そんな感じで、普通の、アルファベットで書くときは、これ空間の足を走ると、まあ、考えてください。1、2、3しか走れない。そうすると、この内積。この量っていうのは A0、B0 引くことのこの空間部分の内積。空間のいわゆる普通の僕たちが今までやってきた3次元空間での内積ですね。この量です。のことを意味しています。まあこれ書き方だけなんですけど、あまりなんかずっとめんどくさく書いてるの嫌じゃないですか。だから、なるべく簡単に書いていきたいっていうのがあります。ちょっと初めはしんどいんですけど、慣れるとこっちの方がはるかに簡単です。アインシュタインの最大の発見はこの縮約のルールだなんて口の悪い人が言う人もいます。さて、なので、例えば A の事象とか、この A、B みたいな量は、これは時空の足もうないので、もはや持ってないですね。ここ縮約でないので、これはスカラーです。スカラーっていうのは、時空の足が0個、0回のテンソルの。それから A μ。これはベクトルですね。4次元ベクトル。μ っていう足が1個あるので、
これはベクトル、これは、1回の点差、1つの足が残っているので1回の点差、それから先ほどのローレンツ変換みたいなのは2回の点差、まあ、行列の形でしたよね。2回の点差です。でこれもちろん3回の点数、4回の点数、5回の点数みたいに書くことが、そういうものを書くことができ、考えることができます。一般相対論なんかはバリバリ出てきますね。これ3回の点数だと黒板とかにこう書けないですよね。もう一次元方法あるから。さて、4元ベクトル復習すると、半辺ベクトルと共辺ベクトル、このようになりましたね。で、こっから、微分を考えると、この上付きのデルミューっていうのは、まあ、下付きのこの X ミューをが分母に来るやつと定義します。そうすると、こういう量ですね。デルミュー。で、デルミューのミューの、ミューとニューなんか、寝ぼけてると、要はあれですけど、そうすると、こっち、下付きがこうなります。まあ、この、こっちと逆になりますね。で、ここでですね、こいつとこいつの縮約を取ってやると、これとこれでしょ？で、これとこれですから、こんなやつです。さあ、見覚えありませんか？ねえ。これ、電磁波の方程式に出てきたやつですよ。これ、ダランベルシアンというものです。これは、これ縮約取ってるので、時空の足もうないから、ローレンツカラーです。つまり、誰から見ても同じもの。誰から見ても変わらない演算子です。誰から見ても電磁波の方程式は変わらないわけですね。これ電磁気の時に電磁波の方程式 やりましたけど、何回も何回もこれ出てきましたよね。僕もこの量を何回も何十回も何百回も書くのめっちゃ嫌だったんですけど、これ、はもう四角で書いてしまうと。このダランベルシアンで書いちゃったら、どんなに楽だったかなって授業の時に思います。はじめにそう、だからこそこれ、電磁気学は相対論であるっていうなんかこう、ちょっと一端が感じられるでしょ。で、誰から見てもこの方程式変わらないっていうことは、まあこれ、あれじゃないですか、波動方程式ですよね。空間の2、これイコール0。これイコール0。B。このダランベルシアン E イコール0とかダランベルシアン B イコール0っていうのは、これ空間、時間微分、空間の2回微分と時間の2回微分が同じだよっていうものですよね。それは波動方程式でしょ？波動方程式ですよ。で、誰か、これ速さがここに入ってるわけです。ここね。その波の速さがここにあるわけですよ。で、次元的にもこっち時間の微分だし、こっちは空間の微分だから、次元合わせでも、ここ速さの次元がここに来なきゃいけないわけですよね。だから、これは、この電磁波、E とか B、伝わっていく電磁波、つまり光ですよ。光の速さは、誰から見ても、誰から見ても同じ方程式なんだから、誰から見ても一定だっていうのが、もうここに入ってるわけです。だから、電磁気をやったときに、電磁波のところを勉強したときに、もうそのこと、相対論が入ってるわけです。ね、だから電磁気学ってのは相対性理論なわけですよ。はい。さて、次は余弦速度ベクトルを見てみましょう。速度ベクトルっていうのは、時間、空間の1ベクトルを時間で微分したやつですよね。で、今余弦ベクトルなので、これ余弦ベクトルにします。余次元時空での速度ベクトルを考えます。そうすると、まあ、ここに持ってくるのは、やっぱりその固有時間を持ってくるべきですよね。おそらく。これがその固有の時間ですから、相対論的な普遍、これ普遍でしたよね。この量っていうのはローレンツ普遍量でしたよね。ローレンツ変換で変わらないものです。ローレンツ変換で変わらないものをここに持ってきましょう。そうすると、このダイレクトに、ここの、これが、これ相対、ローレンツ変換で変わらないものですから、スカラーですから、ここの別、ここの余弦ベクトル、1回の点数はここの1回の点数になるわけですよね。さて、具体的に見てみます。X0 のところは CT でしたね。で、tau。tau っていうのはこういう量でした。dtau っていうのはこういう量でした。こういう時間、こういう量でしたよね。思い出してください。そうすると、こういう量ですね。それから、
このイエータ1、イエータ2、イエータ3っていうのは、まあ、このように書くことができます。でイエータの2乗、これはここで縮約してやります。そうすると、まあ、こういう量ですよね。で、これ計算していってやると、C の2乗です。ね、高速の2乗が出てきます。まあ、これ、ローレンツ不変量になってるわけですね。まあ、もう一番大事な量の不変量になっていて、まあ、確かにこいつは、余弦ベクトルだっていうことがわかります。上と下で縮約してやると、C の2乗っていうのが出てきます。じゃあ、1、余弦速度ベクトルがわかったので、そいつに M をかけてやれば、余弦運動量ベクトルが得られそうですよね。さて、やってみましょう。まず、P0 成分です。ここに、M をかければよかったですね。V に、余弦速度ベクトルに M をかければ、質量をかければよかった。そうすると P0 はこういう量になりますね。それから、ここ矢印忘れた。普通はですね、太字で書きますね。3次元ベクトルのことを。だけど、なんかこう、トラペ作ってて、プレゼン作ってて、この太字って見にくいので、まあ、いつも矢印を書くようにしたんですけど、ごめんなさい、ここ忘れちゃいました。で、ここ矢印。三次元ベクトルは、まあ、こういうふうに書けるわけですよね。だから、これはこのように書けます。ここはなんかもう、すごく見覚えあるところですよね。これは普通の、運動量。運動量に、ガンマがかかるので、分子にこのような、ごめんなさい。分母にこのようなルートなんちゃらっていうのがかかってきます。相対、いかにも相対論的になりますね。非相対論的だったら、この上だけですよね。まあ、V が C よりもすごいちっちゃかったら、もうほぼここ1なので、分母はほぼ1なので、古典的な運動量に帰着されますよね。それで、まあ、これを書くのに、まあ、さっきみたいに、紛らわしいときは、このアルファベットの、足を持ってきて、PK と書くと。K は1から3まで、1、2、3まで走ると。まあ、これ、同じことですけど、まあ、これを書くときに、まあ、こう書いたりもします。ここは、だから、空間成分なんだよっていう意味ですね。空間成分はこういうふうに書けると。さて、この P0 なんですが、実はここはですね、C 分の E、エネルギー。C 分のエネルギーに相当します。そうすると、このように書けますね。P ミューっていう、余弦運動量ベクトルっていうのは、この時間成分のところがエネルギーが関係すると、エネルギーを C で割って、それから空間成分のところは、もともと僕たちのよく使っている3次元の運動量になっているということになっています。まあそこにこう分母にこういうものが入ってきますが、こういうものですね。まあもちろんエネルギーと運動量っていうのは、速度分だけ次元が違いますよね。エネルギー、運動エネルギーを思い出す2分の 1mv 事情でしょ。それからこの運動量って mv だったじゃないですか。v だけ。速さ分だけ次元が違いますから、これ速さ。ちょうど c っていう速さが関係していて、その分だけ次元が変わっている。だから次元を合わせるために同じ同等にならなきゃいけないから、こう C で割ってるわけです。ちょうど、余弦1ベクトルが、大ゼロ成分が CT と書いたように、まあ、C でとにかく単位を合わせるんですね。さて、そうすると E っていうのはこのように書けます。なんか見覚えがあるような。で、P はこうですね。ここもまた矢印忘れちゃった。ごめんなさい。そうすると、P μ、P μ で、縮約を取ってやると、このようになりますね。で、これは、これ計算してやると、こうなります。これ M の事乗 C の事乗。で、これもちろん、ここ、時空の足がもう縮約してなくなっちゃってて、答えも縮約してなくなっちゃってる形になっています。で、これローレンツからですね。ローレンツ変換で変換しない数です。さあ、これですよ。これ V が0の時に有名な式にまさになってますね。
止まっているときには E イコール MC 事象になります。で、じゃあ動いているときはこんだけエネルギーが変わるよっていうことですね。で、例えば、この C よりも V がすごくちっちゃいとするときは、これテーラー展開しましょうか。これをテーラー展開。これはこういうふうに書きますね。で、1たすこの E がちっちゃい時の N 乗っていうのはテーラー展開で1たす NV、初項まで取ってくるとこう、取ってくるとこうですよね。ってことはこうなりますよね。いいですか？で、これをここに入れてやると、こうなるじゃないですか。ね。これまさに運動エネルギーですよ。2分の 1MV 乗。2分の 1MV 乗ってなんか運動エネルギー覚えなあかんみたいな感じで暗記していたのバカバカしくなりませんか？これ出てくるわけですね。2分の 1MV 以上。ちゃんとここから出てきます。それから止まっているだけでも実はエネルギー。質量はエネルギーに等しいっていうのは何回も言ったと思うんですが、これは静止エネルギーです。質量がエネルギーにこの変換すると莫大なエネルギーになるという話をしていました。このアインシュタインの一番有名な式だと思いますけれども、それがここ。止まっているだけでも実はエネルギーを持っていると。それプラス運動エネルギーっていうのが出てきているわけですね。さて、予言運動量ベクトルはまあこういうふうに書けましたね。で、こういう、もう一回復習するとこういうもんです。あ、ここも忘れた。P の上の矢印ってなんか、忘れる法則があるな。それから M イコール0にすると、この関係からここ M イコール0にするとこれ0ですね。ここ0、0なので E と P っていうのはまあ C だけ違う。もう完璧に C だけ違うっていう式になりますよね。さて M イコール0の時にじゃあもともとこっちとこっちどうなってるかっていうと分子は0ですよね。で、M イコール0の時は高速で飛ぶので、下も0になっちゃいます。1引く1で0です。0ずっぷ、0。噛んで。すいません。0分の0なので、これ決まんないですよね。0分の0っていうのは不定性です。不定形です。決まんない。じゃあ、この E とか P ってどう決めるかっていうことですが、これは量子力学なんですね、実は。量子力学で、まあ、このように、E は H バーミュー、P は H バーミューの、を C で割ったやつ。で、これ暗記してたじゃないですか。E イコール H バーミュー、P イコール H バーミューを C で割ったやつ。でも、必ずこうなってるはずなんですね。こうなって、C 倍だけ違うっていうのは M イコール0だと、こうなってるはずなんですね。ここから。だから、C 倍だけ違うっていう、まあ、これとこれ暗記してなきゃいけなかったんだけど、ここで、やっとこの本質が分かったわけですね。こう、M が0なので C だけ違うっていうのが E と P は C だけ違うっていうことが、ここではっきりしたわけです。こう、暗記って嫌じゃないですか。もう大嫌いなんですけど、なんか覚えないかんって言われると嫌だよって思うんですよね。なんかしろって言われたら嫌だよって思いたくなるんですけど、まあとにかくなんか、なんだろう、ドラえもんの暗記パンみたいなやつがあればまだいいのかな、いいかもしれないけど、まあなんか嫌でしょ。特に公式を覚えなきゃいかんなんてもうめちゃめちゃ嫌じゃないですか。だから、そういうのは嫌なので、その公式の裏にこういうことがあるんだよ、こういうことが分かって公式が正当性があるんだよっていうことが分かると、なんかちょっとずつ面白くなってきますよね。はい。というわけでまとめですけれども、予言ベクトルは大ゼロ成分っていうのが、これ予言ベクトル、0、1、2、3。時間のところと、x、y、z、1、2、3とありましたよね。μ の足が0、1、2、3。0のところはもちろん時間で、空間のところは空間でした。で、それに対して、運動量の、予言ベクトルっていうのは大ゼロ成分。時間のところがエネルギーに対応していて、それから空間のところがいわゆる運動量、3次元の運動量に対応しています。さて、先取りしますけれども、実は電場と磁場っていうのも、ベクトルポテンシャルの
予言ベクターがありまして、この第ゼロ成分がスカラーポテンシャル。第ゼロ、時間のところが、時間のところがスカラーポテンシャル。で、空間のところがベクトルポテンシャルです。いわゆる。まあ、電場っていうのは止まっているときは、ナブラか、ナブラにこいつをかけたやつですよね。このスカラーポテンシャル。で、磁場っていうのはベクトルポテンシャルの、ローテーションでしたよね。外積でしたよね。なので、まあ、なんとなくこう関係するのはわかるでしょうか。まあ、この辺、徐々にやっていきますよ。後半、面白いところです。電場と磁場も、が混じるわけです。ね。こう動いていると、時間と空間が混じったように、動いている人は、時間と空間、止まっている人の座標系から見ると、時間と空間が混じったように、運動量とエネルギーも混じるわけです。で、磁場と電波も混じるわけですよ。そうすると、止まっている、なんだっけ、電流に、電線に電流を流したときに、それと同じスピードで僕がこうウィーンと動いていても、下の、方位磁石が触れると、磁場が起きる。誰から見ても磁場は起きんねんっていうのが、こういうことなんですよね。要するに。動いている人から見ると、止まっている人の磁場と電場が混じってくるわけです。で、まあ、電荷と電流もだから混じってくるわけですね。これ電流ベクトルです。予言ベクトルです。こうご期待って感じです。面白そうでしょ？はい。はい。では、次回もいろいろ勉強していきましょう。